無犠牲本源寺物語は、別本の本文を持ち、室町時代末期の成立とみられる、源氏物語の写本である。現在44巻44冊が、天理大学天理図書館に所蔵されている。比較的揃った、古伝本系の別本を持つ写本として、陽明文庫本、国冬元、巨物本、保坂本等と並んで名前を挙げられる写本である。 現時物語体制研究編の説明には26条と、あり、26条のみが、行為に採用されているが、現在天理図書館に現存するのは44巻44冊で、あり、明治時代末期の近藤清石による書写本が44巻9冊で、あることから、池田期間の元にあった時期を含めて少なくとも、近藤清石以後は44冊がまとまって、伝来していると考えられる。 母木木、スエツムバむ花、サカキ、ホタル、若菜城、若菜下、揚げ巻き、宿木、あずや、手習いが欠けている。各巻末に、天正15年書の主麦生観光筆との記述を持つ、ことから、天正15年奥書き本あるいは、近藤久吉以来麦聖缶綱による、一筆本と考えられ、麦生本と呼ばれてきたが、 天理図書館の司書である岡島伊久子の調査によって本社本は似てはいるものの筆跡の異なる複数の人物の手になる社本であることが明らかになった。これまで無犠牲観光筆本の根拠とされてきた主無犠牲観光筆との記述は現在では無犠牲観綱のために書かれたことを意味する記述であると考えられている。本社本の最初の所有者である無犠牲観綱は 九州のキリシタン大名としても有名な戦国、大名大友義重の有力家臣南志賀家の当主である。麦聖ズナは、生涯を戦いの中に明け暮れた戦国武将の一人であり、大友氏が衰退していく中で大友と対立していた島津氏に寝返り、最終的には自陣して果てたとされる。天正十五年は、麦聖ズナが二十歳の年にあたる。 その五本写本が、どのような運命を辿ったのかは不明である。現存する写本には、山口県津野戸田の人、石田義里の旧像とされ、周薫国と土軍と妥協、石田義とも文庫院が押されている。この他に、岡本雄三の蔵書院とみられる、菊内社も押されている。1909年本写本は、山口県の鹿、近藤清石の所蔵となる。 近藤清石は本社本が、当時のルフ本とも、またも通りのリナガによって、源氏物語玉のお串で示された河内本の異文とも異なる、天の多い得意な社本であることを知り、1910年1月31日から、翌年5月6日にかけて、本社本全館を書写しており、この時写された社本は、山口県立図書館の近藤清文庫に現存している。この時点で、 近藤清氏によって、麦製本と呼ばれるようになっている。昭和初期に、有爆本と、愛前後して、東京の古書籍章のもとに現れ池田機関のもとに、入り、行位源氏物語に、写本記号、麦として二十六条の行為が取られた。当時池田が作成した目録には本写本が、天文十五年を区画記本として、河内本系統の書本、青表紙系統の書本、 青拍子、河内本以外の系統の書本の参箇書に掲載されている。その後戦時中に有爆本と共に行方不明になったとされたが、戦後古書籍賞である公文総、反町茂雄の手を経て、天理図書館に入り現在も天理図書館の所蔵となっている。池田機関は、源氏物語に関する、転換書目録では本社本を、天文十五年奥が基本として、 河内本系統の書本、青表紙系統の書本、青表紙、河内本以外の系統の書本の3箇所に掲載しており、本社本を全体としては複数系統の本文を合わせ持った取り合わせ本であると認識していたと考えられる。また池田は、源氏物語体制研究編では本社本を有枠本とともに別本の中でも注釈的意図を持って扱われた社本の 傾向を持つかもしれないとしているが、その根拠は不明である。岡島伊久子は、薪によって本文の性格は様々に異なり、身を尽くしなどは青表紙本であるとする一方、別本の中でも、薪によって、陽明文庫本に近い本文を持つ薪や、国富裕元に近い本文を持つ薪を持っているとしている。池田機関によって、別本の対抗本として、 好位源氏物語に採用された牧は切りつぼ、うつせみ、うすぐも、少女、玉かずら、初音、古こ野ょけ、行行、牧柱、梅子、藤浦場、柏,場柏木、横かしわぎ、よこぶえ、すずむし、り、ごほう、まぼろし、におうみや、こうばい、たけらび、きふね、ゆきであり、現存するにもかかわらず、大抗本として採用されなかった薪は優雅を、 若紫、紅葉が、花園、青い、花散る里、妻、赤石、美を尽くし、関谷、絵合わせ、小風、朝顔、常夏、かがり火、藤ば鎌、椎のもとになる。岡島伊久子の分析によると、池田機関が、行位源氏物語において、本社本を、対抗本文として採用しなかった巻は、ほぼ純粋な青表紙本や河内本であるとみられる。 本文を持つ巻のほかに、どちらかといえば別本であるとは言えるものの、青表紙本や河地本に近く、これらとの根体を示す別本に属すると考えられる巻も除かれているという。現在までのところ、本社本単独では、永遠本や本国本は作成されていないものの、行為源氏物語及び源氏物語大制行為編において、 池田機関が別本であると判断した巻26条が対抗本文に採用されており、また、源氏物語別本修正では定本に採用されている、陽明文古本が別本でないとして外された巻のうち、紅葉が、花園、明石、絵合わせ、昭風、初音、藤葉かについては本社本が定本に採用されており、その他の巻では対抗本として採用されており、 原則44条全部を確認することができる。以下のような本写本と近い本文を持った写本の存在することが指摘されている。ありがとうございます。